今回は評判が良くて単体発売されたソトのマイクロリフターを紹介します。1250円ほどです。下の部分だけがこういうワイヤーになっていたり、作り込みがすごく綺麗です。気になる重さは 14.15、 一番小さいと思われる MSR のこのリフターが 20g、 20.3、 GSI のこのシリコン製が 12.6、 GSI のこのグリッパーと同じぐらいの重さです。大きさでいうと 8.5 センチほど。口の部分がすごく作り込んでいて、本来はセット販売されているこの外のサーモスタックだと蓋を閉めた状態でこのちょっとした隙間を挟むことができます。この狭い隙間をつかめます。これはトランギアのアルミのお鍋、少しだけ縁が大きいんですけど、これもギリギリつかめます。これぐらい太い縁でもギリギリつかめる。でこちらに用意した1リットルの水を入れたお鍋、意外と安定して持てます。ちょっと振ってみても1リットルお鍋でも持ち上げられます。でこれが MSR のこのちっちゃいやつだと痛くて持てなかった。ちょっとここが食い込んで、マイクロリフターは幅が広いので持ちやすいです。掴んだ時にここが開くので力も入れやすい。これが同じ外のハンドラーだとぺっちゃんこになって若干使いづらかった。意外と持ちやすいです。意外と小さくても持ちやすいです。これその代わりちょこっとしか挟まないので、挟んだことを確認して持ち上げないとちょっと怖いです。 MSR の最初からついてる大きいのはかなり持ちやすい。こちら以前紹介したバーゴのチタン製のハンドラー、これもやっぱりぺったんこになるので持ちづらいです。力が入れづらい。ちなみにこれの重さは 24g、14g。小さくて軽くて持ちやすい、よくできたポットリフターだと思います。本日は外の最近単体発売されたマイクロリフターを紹介しました。1リットルの水の入ったお鍋でも安定して持ち上げることができます。